みんな注目。注目してる？はい、そこ。おしゃべりしない。また外で可愛い怪物ちゃんと追いかけっこしたいわけじゃないでしょ。よし、静かになったかな。今度はちょっと静かすぎるような。やっぱり適度にくつろいでもらえる？では改めて、私は光、近藤光。一応この町のリーダーってことになってる。なんで一応かというと、まあその話はおいおい。リーダーといってもお堅いものじゃなくて、みんなと同じように外で活動したり、こうやってみんなの前に出てきてちょっと偉そうに自己紹介をするのが仕事。この町や仕事のことでわからないことがあれば気軽に訪ねてきてね。そんなこんなでみんなよろしく。これから仲良くしてね。ようこそ。ここは欲望と色欲が渦巻く町、ホームタウン。ホームなの？タウンなの？なんて野暮な質問をした人は今すぐ回れ右をしてもらうからね。今後はこの町で助け合い、支え合い、そうして家族として。おい、ん？何が欲望と色欲が渦巻く町だ。いつからこの町にはそんな色気しな枕言葉がつくようになった？みんなびっくりしているだろう。俺たちのボスはあのアホなのかと。3人がこの町の管理者だ。金髪に会ったら飴でも渡しておけ。それで挨拶は十分だからな。ったく、避難民が到着したら挨拶に顔を出せと言っている。まあまあ、私の方からきつく言っておくから。未だかつて光が人にきつく言えた試しがあるのか？リーダーの尊厳が崩れて落ちていく。ここにいる全員、リーダーをよろしく頼む。金髪の件もあるが、今は貴様らの処理が先だ。危険な道中をよくぞたどり着いた。おめでとう。ゆっくり休んでくれ。と言いたいところではあるが、そうもいかない。まずは
全員に説明を受けてもらう。一列に並んでついてこい。終わってから安堵のため息をつく暇ならたくさん。そういうことだから、今到着した人はあやちゃんについていってね。いいお尻だからって触っちゃダメだよ。たまにそれで指を折られる人がいるから。こっちだ。あれ、疲れてクタクタなのはわかるけど、あやちゃんについていかないと怒られちゃうよ。まあそう急ぐこともないか。後で一緒に怒られればいいよね。ここへは一人で？そっか。昔の私と同じだね。でもこれからは違う。この町に来たんだもん。一人じゃないよ。それにはぐれた家族だって、死にゆく姿をその目で見たわけじゃないのなら、誰かの助けを借りて君と同じように生き延びているかもしれないでしょ。ふふん、そ
こは任せた。俺はそ…なんだそいつ。目的は覚えているな。よし、準備 OK。 出発しようか。出発しよう。ここらは以前にも来たことがある。迷うことはないと思うけど、まずは道沿いに進んでみよっか。ヘッドショット。